感謝してます、感謝してます、感謝してまーす。はい。はい。ひとりさんファンクラブ出身、オフィス、花江、うっちーです。今日も感謝してまーす。はい。はい。はい。12月10日火曜日、先週末はね、達也部長講演会、佐賀講演会と福岡講演会、大成功おめでとうございました。ありがとうございます。たくさんの皆様ご参加、全国各地より、世界各地よりご参加いただいて、とても嬉しかったです。大盛況、大成功。おめでとうございました。あ、ありがとうございます。ちょっとね、素晴らしい洋服掛けありがとうございました。ね、素敵なプレゼント、とてもお似合いでした。はい。でね、この皆様の幸せハードをいただきながら、昨日は秩父観音参りね、久しぶりに行かせていただきました。はい。秩父に行ってる、行く道の途中に、ひとりさんの本を読みながら行ったんですけど、こう、ちょうど読んだページが、本当の幸せとは何かっていうお話があったんですけど、それはどんな状況でも自分は幸せなんだって決めてしまうことだよ。で、起きる現象は、その現象なんですけど、どう捉えるかは自分次第なんだよ。明るい面を見るのか。っていう話を聞いて、ああ、そっか。で、なるほど、なるほど。でも、なる読み、すごい楽しく読み進めてったんですけども。で、幸せな人は何も起きないんじゃなくて、何かあってもこれは幸せの一部なんだ。だから、明るい面を見て、あ、これがあったから幸せなんだよっていうふうに捉えるんだよ。だから、もう何があっても幸せなんだって決めるのが本当の幸せなんだよってお話を聞いて、そうかーっていうのをまた改めてね、ひとりさんやっぱすごいなーっていうのを感じながら秩父観音参り行きました。なのでね、もう幸せ幸せでも、あ、もうこれは何があっても幸せなんだって、ね、ちょっとね、決意をして、秩父鳥たち、もう来れただけで幸せでしたし、道を間違えたりとか、行く場所間違えたり、早速しちゃったんですけど、あ、これも幸せと思って、で、ふとね、心の自分の声が浮かんだんで、あ、今日は順番通りじゃなくていいやと思って、行きたいところ、会いたい人にちょっと、今日会いたい人にちょっと会いに行こうっていう声が浮かんだんで、ちょっと行ったんですね。で、その、まあ、28番札所の、食堂とお蕎麦屋さんと32番札所に行ってきたんですけども、で、ちょうどね、こうやっておかげさまで毎日楽しく絶好調にお仕事させていただいたりですとか、皆様とこう楽しく過ごせてることですとか、あと僕自身では初めて、人生初めて講演会をやらせていただいたっていうことも、ひとりさんをはじめ、この秩父観音参りで楽しんでたことが大きかったなと思ったので、ちょっとね、ご報告とお礼参りを兼ねて行かせていただきました。でね、なんかすごい喜んでくださったりとか、その、32番札所の、ご住職様の、ご住職様と、その先代のご住職様のお母様が、とお会いできたんですけど、ありがたいことに、結構、顔見知りになってから、お参りするたびに、こう、仲良くさせていただいて、いろいろいただき物とかもさせていただいたりしたんですけども、やっぱりすごい、ご報告したら喜んでくださったりとか、で、ひとりさんがこうね、納税一番になる前からひとりさんはね、来てくれてたんだよとか、最初はお母さんと来てたりとか、で、だんだんこうお仲間さんと来るようになったりとか、それで、お母様がお忙しいと、お店の手伝いをして、ひとりさんはお店のお手伝いをして、で、お仲間さんは奥の院、上のね、32番の奥の院って、その間1時間ぐらいあるから、ひとりさんは手伝ってくれたんだよとか、そういうお話をしてくださったりとかして、ああ、なんか、すごい、ああ、聞いてよかった、とか、幸せだな、っていうのをね。でね、本当に幸せ幸せで、で、奥の院とかも行けてありとかして、本当に秩父の空気、景色、もう本当にただただ、もう、道へ会う人との挨拶できたりとか、すごい幸せを感じました。でね、今回自転車で行って、まあ、自転車だったんで、上り坂とかね、さすがに、うわーって焦げないんで、もう歩いてね、で、帰り道はね、ちょっと夕方からだんだん夜にかけて、だんだん空が暗くなってきたんですけど、このね、英語でちょっとこう、ちょっと、きつい感じかなと思って、こうなんと、こうね、足がパンパンになって、で、あ、でも、幸せなんだ、幸せなんだって言いながら、こう、
言って、でもちょっとね、さすがに呼吸が苦しくなったりした時に、あ、これは前の自分だったら多分もう根性で行こうって、無理やりでも行こうって決めてたんですけど、今回はね、ありがたいことで自分に激甘で、休みながらちょっとね、休憩取りながら水分塩分栄養補給しながらゆるゆるで行ったんですね。で、そうするとちょっと余裕が生まれて、あ、これはこの間達也部長が言ってた、この次元は急には変わらないけど、ちょっとずつ変わって、気がついたらすごいところまで行って変わってるんだよってお話を思い出して、あ、この坂道も一歩一歩進んでないようかもしれないけど、あ、これが幸せ幸せって言ったら、幸せの道を歩んでるんだ、人生は上り坂なんだと思いながら言ってたら、でね、で、疲れた時は休んでいい、休みながらでもいいから進んでいったら、あ、気がついたらもうゴールじゃないか、そして下り坂で自転車でシャーって言って気持ちいいじゃないかと言って、楽しくゴールすることができました。でね、これはもう遊びだからね、頑張ったって言えば頑張ったかもしれませんけど、まあ顔腫れで頑張った自分にご褒美でもあげるかと言って、ご褒美の、いつもね、お決まりの秩父の、西武秩父駅の大好きなフードコートがあるんですけど、そこでのわらじカツを買って、お弁当を買って帰りました。 ということで、本当にね、何があっても幸せをますます大きく感じれる旅となりました。おかげさまでした。本日のお話は以上です。ありがとうございます。感謝してます。ということで、引き続きこのひとりさんの言霊祭り、皆様と共に楽しんでいきたいと思います。今日も和顔愛語上機嫌で楽しんでいきましょう。それでは全力で楽しむぞ。おあジャンボ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 、感謝してます。以上です。感謝してます。いただきたいと思います。大変申し訳ございません。はい。ということで、間違えてズームを切ってしまいました。うちこちゃんです。 すいませんでした。皆様の大きな愛、感謝してます。はい。ではでは、本日のいいこと占いカード、ひとりさんの88のお言葉、4回ついてる言って聞かせていただきたいと思います。それでは、参ります。せーの。ついてる、ついてる。はい、バーン。はい。魅力があれば、すべてがうまくいくから不思議。魅力って何ですか？ズバリ、あなたのその笑顔です。そして、あなたが喋る思いやりのある言葉です。それさえ心がけていれば、世界中の神様たちがあなたの味方をしてくれます。すべてうまくいくから不思議です。以上です。ひとりさん、感謝してます。そして、皆様、感謝してます。魅力、魅力、わが、してます。よろしくお願いいたします。では、切らずに。